高野正規は、地方競馬の大井競馬場、佐野健治旧者所属の騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第78期生。大井競馬場の高野武史長教師は実刑。2003年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、高岩高志級者からデビュー。同年10月7日、大井競馬、第2競争 C11 組12組条件戦。 青葉東証で初起場翌2004年3月15日大池馬第2競争 C36 組条件戦をマグニロマンで勝利し28戦目で初勝利。2008年7月1日付で高岩隆史9社から正治連平9社へ所属変更。2011年5月1日から7月31日まで笠松競馬で技術研算騎士として 期間限定起場を行うと発表された。笠松競馬での所属は、川島広地球者。2012年5月28日付で、正治連平級者から佐野県自給者へ、所属変更。同年6月23日から10月21日まで、佐賀競馬で期間限定起場を行うと発表され、その後11月4日まで延長された。佐賀競馬での所属は、 山田勇厩社。同年11月17日から2013年2月17日まで、福山競馬で期間限定起場を行うと発表された。福山競馬での所属は、高本俊明厩社。地方通算成績は1919戦69 19, 勝2着65回3着113回。勝率3.6%、連帯率7.0%。ありがとうございます。